ベルク公の紋章国旗1350年頃のベルク伯領1645年のベルク公国ライン同盟の中のベルク大公国1812年ベルク公国は新生ローマ帝国の両方国家首都はデュッセルドルフ12世紀に成立し17世紀まで独立国家としての地位を保ったその領域はおおよそライン側ルール側 ジーク川に囲まれた地域に広がっており、現在のドイツ、ノルトベストファーレン州の一部に相当する。ベルク公国の国名は、現在のベルギッシェスラント地方に受け継がれている。また1806年から1813年まで、フランス帝国の衛星国家、ベルク大公国でもあった。ベルク伯領は、11世紀にニーダーライン地方で最大の誠意を誇り、 ロタリンギア宮中博の地位にあったエッツオケの冒険が創始した。1160年、ベルク博領が分割されて、マルク博領が創設されたが、この二つの両方は16世紀になると、再び統合されることになる。初期のベルク博の中で、最も勢力の強かったのは、ケルンダイ司教を務めたエンゲルベルト二世である。 エンゲルベルト2世は1225年11月7日に暗殺され、ローマカトリック教会によって聖人に劣せられた。1288年、アドルフ8世は敵対関係にある、ゲルデルン公国と戦うためにボーリンゲンの戦いに参加し、味方と共に勝利を収めている。ベルク伯領の勢力は14世紀に大きく、伸長した。ベルクは年に、 有利比白領を獲得し、1380年には、公爵領への昇格を認められた。公爵となった、ビルヘルム2世は、宮廷を、ゾーリンゲンのブッパー川下藩にあるブルク城から、ラインーに面したデュッセルドルフに移した。1423年、ベルクコ・アドルフが、有利ヒ公国を相続すると、君主を同じくするに公爵領はユーリヒ、有利ヒベルク公国と呼ばれるようになった。 1509年、クレーフェ公国及び、マルク伯領の支配者、ヨハン3世は、ユーリヒベルク公国及び付属のラーフェンスベルク、伯領を入手するため、ユーリヒベルク公ビルヘルム4世の娘マリアと、政略結婚した。新聖ローマ帝国諸法の相続に適用される、サリカ法典では、女子相続人の夫がその財産の所有者となれる、ためである。 1521年にビルヘルム4世の死によって、ユーリヒベルク公尺家の男階が耐えると、ヨハン3世がその両国を獲得した。この結果、ヨハン3世を共通の君主とする、ユーリヒクレーフェベルク連合公国が成立した。連合公国は、現在のノルトベストファー連州の大部分を占める、ものだった。しかし新たな公尺家も、最後の党首ヨハンビルヘルムが、 精神以上のまま死んだことで1609年には断絶した。広大な連合公国の相続をめぐって、プファルツノイブルク公フィリップ・ルートビヒト・ブランデンブルク、選帝公ヨハン・ジギスムントとの間で、ユーリ・クレイ継承戦争が起きたが、1614年に妥協が成立し、ユーリ・ヒトベルクの2公国は、プファルツノイブルク公ボルフガング・ビル・ヘルムが、 クレイフェ公国とマルク伯領は、ブランデンブルク選定校、ヨハン・ジギスムントが相続した。プファルツ・ノイブルク家は1685年に、本家からプファルツ選定校の座を継承し、1777年に、バイエルン選定校くらいを継承するまでは、ベルク公国の首都デュッセルドルフを主要な居所としていた。1794年、ユーリヒ公国が、 フランス革命戦争中に、フランス共和国軍によって占領され、1423年より、連合関係にあった、ベルク公国とユーリヒ公国は分裂した。1803年、バイエルン戦定校、マクシミリアン4世ヨーゼフは、ベルク公国と、その他のビッテルスバッハ家両党を分離し、ベルク公国の統治を同族で義経のバイエルン公、ビルヘルムに任せた。 1806年、新生ローマ帝国の解体に伴うドイツ諸法の再編に伴い、バイエルン王国を創設したマクシミリアン・ヨーゼフは、アンスバッハ公領と引き換えに、フランス皇帝ナポレオンに、ベルク公国を譲渡した。1806年3月15日、ナポレオンは、議帝のジョアシアン・ミュラに、ベルク公国とクレーフェ公国のラインサガン地域を、両国として与えた。 二つの降爵量を獲得した三浦は、大帝徳と陸軍元帥の地位を示す怒りとバトンモンからなる自分の紋章にベルク公国の赤獅子の紋章とクレーフェー公国の紋章を加えた。1806年6月12日に三浦はライン同盟に加盟し、ベルク大公を名乗った。その後、ベルク大公国は、マルク伯領、ミュンスター市教領、帝国都市ドルトムント、 ニーダーラインベスト・ファーレン・クライスに所属する軍章の諸法を並行して拡大を続けた。ミュラが1808年にナポレオ王国の統治者になると、ベルク大公国は短期間ナポレオンを君主として、フランス帝国と同君連合になった。翌1809年、ナポレオンは弟のオランダ王、ルイ・ボナパルトの息子で、当時5歳のナポレオン・ルイ・ボナパルトをベルク大公に任じた。 しかし実際には、ナポレオン・ルイの名のもとにピエール・ルイ・ロデレールをトップとする一軍のフランス人官僚による統治が行われた。1810年、ナポレオン・ルイが9日間だけオランダ王の座にあったとき、ベルク大公国とオランダ王国は同君連合であった。1813年のライプツヒの戦いで、フランス帝国軍が決定的な敗北を迎えると、 短命なベルク大公国の名運は尽きた。大公国領は、プロイセン王国政府に接収され、1815年のウィーン会議の最終決定によって、正式に、プロイセンに併合された。旧ベルク公国の領域は、ユーリヒクレーフェベルク県に、マルク博領とミュンスター市協領は、ベストファーレン県にそれぞれ併合された。ベルクイコールアルテナやリンブルクアルロンや、 ユーリヒハインバフハケマルクやビッテルスバフハケ、ビッテルスバフハケビッテ,テルスバフハケ。ありがとうございます。